ちゃこんにちは。はい、さあ、ゆたかさん、はい、今日はピカピカのピカピカのベストナイン、12球団トータルのベストナインは誰かという。そうです、ゆたかさんが誰なんだ気合がすごい。そうだ、猪木さんみたいですね。そうだな、猪木さん残念なことしたな。そうですね、ただね、猪木さんのね、闘魂魂は受け継がれていくので。当たり前だよ。そうです、今日はゆたかさんの闘魂ベストナインおじさん本領発揮です。いきましょう。はい、まずはセパ通してピッチャー、もうこの人しかいませんね、多分な山本。そうです、オリックスの山本由伸。まあ、これはもう右に出るところはないな。いやもうないですね、今な。いやすごいな、山川が言ってたよ、とにかく打てないと思えるピッチャーは誰かって、はい、もう胃の一番で山本だと、打てたら奇跡だと、まぐれでしか打ってない。そんなですか。もうみんなそうだって言ってたよ。あのボールをしっかり捉えて打つなんていうのは、もう神業だっつって、ね。山本投手の凄さってどこですか、豊さんからやっぱ見てて。やっぱあれだけの速さがあって、コントロールがいいし、はい、緩急使えるし、もうピッチャーで持ってないものはないっていうぐらいの完成度に近いものがあるよね。あ、何年に1人ぐらいの逸材なんですか。どうだろうね、まあ、マー君が24連勝した時もすごかったけどな。確かに、はい。あれもすごいぞお前、まあ、ちょっと考えられない記録ですからね。考えられないよ、はい、で今年なんかノーヒットノーランやった中で一番最後でしょ。そうです、山本由伸と。そうですね、多分狙ってやったと思うよ。あれみんなができるんじゃない、俺もできるんじゃねみたいな。いや本当に今永投手よりも前でしたね。後だ、あとは後か、西武ドームで。西武ドームで、ああ、ああじゃない。そうか、いやいや、だから俺もできるんじゃねみたいな。そんなノリで。そうそう、いやなんかやっぱすごいな、キレとかな、はい、精度とか、うん、でやっぱエースのこう人格も含めて備わってるという、はい、あれがやさぐれててみなんか応援したくなくなるから、もう俺を抑えたらおかしいっすかみたいな。なんそんなんじゃないでしょ。そうです、もういつも真摯に、ね、はい、向き合って、うん、なんかこうスポーツマンという、うん、はい、ことのね、お手本みたいな選手、はい、だからもう素晴らしい。そうですね、いやでも最初は、はい、あ、佐々木朗希投手旋風が今年吹き荒れるのかなって。そうだな、はい、俺も奪三振、何かのタイトルには佐々木朗希が絡むんじゃないかなと思ったけど、はい、抑えたな。そうですね、やっぱり見事だな。見事でした。キャッチャーです。キャッチャー、はい、ヤクルト中村。おー、ね、おめでとう、はい、って言っても何の権威もない長男だけどさ。そうですね、これは、まあ、だけど彼の頑張りっていうのはやっぱりリードにもあるし、はい、やっぱ阻止率にもあるし、うん、まあ、バッティングにもある、はい、それはね、オスナとサンタナの間に打たされて、うん、何でもやだよ結局、うん、バントもやりエンドランもやり、まあ、時には返す、はい、まあ、そういう貢献度もあるし、まあ、キャッチャーで言えばさほどオリックスほどボールに力のあるピッチャーがいるわけじゃない。そこを巧みなリードでかわしながら、はい、時には強気、うん、ね、だから本当にあの、まあ、甲斐と迷ったけども、はい、まあ、だけど甲斐はあのピッチャーがいりゃさ、はい、それは抑えるでしょみたいな、それでも優勝できなかった、まあ、はい、まあ、中村の方が一番上になったかなっていうふうに思うよね。もうヤクルトの幅広い投手の球を受けてますもん、ね、そうそう、だから毎年なんかちょっとエラが張っちゃってる。中村なんもう幅広く、幅広くなってきちゃって。そうそうそう、なるほどね、はい、ファーストです。怒られちゃうね中村。いや、そんなことないでしょ、ベストラインですか。まあ、中村は可愛いやつだから。あ、そうなんですね。言ったらもうすごい豊さんとかやってこうやって、そう、またいやいや、こうやってこうやってくるんだから、こうやって豊さんみたいな癖だからあいつ。あ、そうなんですね。 そうそうそう、そんな感じなんですね。何お前カッコつけてるのってよく言うんだけど。いやだって日本一と、まあ去年ね、いやまあまあ素晴らしいね、あの27番今年からつけてね、はい、プレッシャーもあったと思うけど、はい、跳ねのけたね、素晴らしい活躍でした。よく頑張ったね、はい、はい、ファーストです。山川だな。お、西武の、まあ、オスナと迷った、はい、正直に、うん、でオスナなんで迷ったかっていうと村上の後を打ってる、はい、ね、相当なやっぱ重圧だよ、村上避けられるの分かってるから、うん、途中からね、まあ、それを跳ねのけてチームを優勝させたというね、はい、迷ったけど山川のやっぱり2冠、うん、
これはやっぱり見事だったなと思うね。だから一昨年のことを考えると山川大丈夫かな、打ち方忘れてんのかなとか思ったけど、やっぱこう精神的なね、はい、ドクターも得て、うん、話し合いながら気分的にこう前向きになりながらね、打っていったという、はい、山川見事だったね。見事、うん、明るかったしな今年な。あ、そうですね、山川が調子が悪い時はさ、本当にさ、はい、どうしようもないぐらいこうやって落ち込むんだよ、はい、ダメだっていうのはお前のキャラクターはこのドスコイにあるわけだからそうですよね、原点は、うん、だからまあいっぱいドスコイを見れたからね、よかったです。あ、山川頑張ったなと思って。はい、はい、セカンドです。セカンド、はい、ね、マキ、もうこれ本ちゃんのベストラインでもね、圧倒的に。これは声を大にして牧です ね、 ね、うん、まあ、今年良かった。オシム監督が牧って言ったんじゃなくて、やった、それじゃない、それ大きく牧ですもん。そう、あれデスターじゃん、伊藤さん。そうでしょ、デスターね。頑張ったな。そうですね、まあ、2年目のジンクスとか言うけど最近あんまりないんだよね、2年目のジンクスって、はい、まあ、そこまで厳しくはない、うん、まあ、だけどその中でこう頑張った。昨年はオリンピックブレイクがあった、はい、一番きついと言われてる夏を休みだった、うん、今年やっぱり一つね、そこがちょっと不安視されたけども、はい、やっぱり乗り切ったね、頑張った、ね、で4番を務め上げた、はい、で、あの数字を残せた、うん、まあ、立派だったね。そうですよね、はい、まあ、豊さん的にもね、やっぱ牧選手いろいろこ、ね、今シーズンの YouTube でも思いがありましたもんね。まあ、別に双方が悪いわけじゃなくてそうそうそう、その周りのファンが騒いでたわけだから。そうですね、うん、あ、デスター社事件、デスター社事件そうです ね、 ね、俺がデスター社やるたんびに、はい、はあ、やってくれるんですねみたいなデスター社ありますよね、いつだ、当たり前よ。そうです、牧選手おめでとうございます。別にダメだって言ってるわけじゃない。そうです、まあ、まあ、いいや、もう先行きましょう。先もサードです。サード、これはね、はい、これは言わなくても分かるだろう。もう MVP みたいなもんですよ、ベストナインの12球団だな、はい、松田、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、まあ、村上しかいないでしょう。もうそれ、そうです ね、 ね、はい、村上はすごかったな。だって流行語にも村上さんになりましたね。あ、村上様ね、うん、まあ、途中でサムネイルにも村上様って使ったけどね、はい、うん、だけどまあそのぐらいファンにとっては神のような存在だったね。そうです ね、 ね、うん、よくチームを救い、はい、ね、プロ野球ファンをこう引きつけたという、はい、ね、まあ、本当に同時に MVP だよ。もうそうですね。いや、そう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 、うん、これはもういろんな愛と思う、はい、いろんなあるやつがいるんだったら、うん、ちょっと出てきてほしい。名前フルネームで言って、そう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 、誰なんだと、はい、そうですね。ショートです。まあ、ショートは今宮。おお、ソフトバンクの伊藤さん好きですもんね、やっぱり。いやいや、好き嫌いで決めてないもん今宮は今年ね、健太、はい、頑張った、うん、やっぱ下半身の状態っていうのはそんなに思わしくはないんだけどもさ、はい、だけど、まあ、金属疲労でね、うん、だけど今年あの小さな体でよく本当にね頑張ったと思うよ、はい、うん、で首位打者争い途中までしてたりだとか、いろいろあのショートのポジションを守りながら、いろんなところでポイントで活躍しながら、はい、本当出れる試合はほとんど出たというね、はい、だから立派だったなと思うね。そうですよね、うん、もうね、いやでもね、今年ね、はい、やっぱり今宮がいると打線はいいなと思うよね。あ、ソフトバンク打線は、うん、だからその途中で離脱するとか、はい、まあ、そういうのが、まあ、近年は続いたりとかいろいろしたけども、やっぱ今宮が安定的にいてくれるっていうのはこう潤滑油みたいになるね、今宮が打線に入るとね、うん、だから本当によく頑張ったなというふうに思う。そうですね、はい、さあ外野手3名です。これはもう一人目は吉田正尚。まあそうですね、今年もやっぱり入ってきました。さすがだな、首位打者取れなくても2位だもんな、はい、本当に。あと日本シリーズはホームラン、すごかった。あの、そうですよ、あ、それで流れ一気に変えましたからね。もう奥さんが見に来てたらしいな。あ、そうだったんですね。あ、で奥さんに捧げるという、ね、あそこのカップルはね、なんか羨ましいぐらいね、うん、お互い支え合ってますね。支え合ってんだ。いや、いいですよ。なあ、はい、いいよな、うん、いい夫婦の日もう過ぎましたけどね。過ぎたけどね、はい、はい、まあ、ま、ね、あのメジャー挑戦なあ、頑張ってほしいけどな、ね、そうですね、まあ、だけどその守備とかね、はい、まあ、いろんな課題はあるだろうけども、バッティングはもう間違いないと思うんだけどもね、はい、速いボールも強いし、うん、まあ、だけどもしダメだと思ったらもうすぐ帰ってこい、うんうん、
もうね、いやいや、この前、この前帰ったらかっこ悪いかなとかじゃなくて、まあ失敗するとは思ってないんだけども、はい、まあ失敗した時、仮に、仮にね、うんうん、もうすぐ帰ってくる、うん、ね、すぐ帰ってくる、もうそれだけで、それ以上、それ以上、そうそうそう、ソフト選手目ですか、野手、近本、はい、やっぱ阪神が開幕9連敗か、はい、なんかした時に、あ、これはもう終わったな阪神今年って言った時から近本と大山が打ち出したんだよね、うん、で近本のあの出塁率だとか連続試合ヒットとか、うん、いろんなことがあって阪神はあそこまで盛り上げてきたよね、はい、まあ、その原動力になったということと、やっぱ毎年毎年こう安定感が出てきてるよね、うん、まあ、守備にしたってバッティングにしたって、まあ、走塁っていうのも もちろんそうだし、はい、だから年々なんかこう底上げができてきたというね、うん、連続試合出場のヒットが止まった瞬間に、いや、これでよかったと、うん、私にもやりたい目標があるというようなことで、次の日かなんかにそれを言ってホームランを打ったのかな。かっこいいなと思いながら、はい、その後あんまりホームラン出なくなったんだけど、まあ長打をもうちょっと打ちたいっていうふうに思ったのかなっていうような、まあ節があってね、はい、まあだけど近本はよく頑張ったなっていうふうに、阪神の中でもね、うん、まあ、12球団の中でも頑張った外野手の一人だったかなと思った、うん、さあ3選手目です。3選手目、はい、誰だっけ。塩見選手です。あ、塩見だ。そうです、そうですよ。パーン、パパパーン、パパパーン、パパパパーン、そうです、競馬のね、本当に走りそうだもんな、あいつ、あの終わった瞬間から確かに打つんじゃなくて急に走り出しそうですもんね。まあ塩見のね、あのチームをこう勇気づける打席、はい、1打席目、うん、先頭打者ホームラン、これはね、やっぱ他のチームの1番バッターとはちょっと違うな、そうです、雰囲気が攻撃的な1番、うん、だからよし行くぞみたいな、うん、なんか塩見を見てて試合が始まったって本当に感じるもんね、はい、なんかそんな雰囲気も含めてベストナインに選んだんだけどね、うん、本ちゃんのベストナインにも選ばれてないみたいなんだけども、そうなんですよ、あの4番目で3位の岡林選手と、まあ、11票差だったんですよね、うん、それはね、まあ、岡林もよく頑張ったと思うけど、はい、俺の中ではやっぱり塩見だな、うん、あと佐野選手も選ばれてたんですけど、佐野選手よりもやっぱ塩見選手、やっぱ守備力が違うもん、うん、だからまあそうだね、まあ、佐野もいいよ、ホームランも打つし、うん、安打もね安定的に打つし、出塁率もいいし、うん、でいうのは分かるけど、この守備とか守備範囲とか肩とか、うん、チームをこう引っ張っていく一番ということを考えると、俺は塩見をにあげたいな、うん、佐野はもには申し訳ないけど、あれだけの数字を残しながらね、うん、申し訳ないけど、俺はチームにとってじゃあどっちが必要かっていうと、塩見のあのキャラクターっていうのはいいなと思うね。キャラクターでベストナインは取れないんだけど、うん、まあ走りもできて、ね、守備もうまくて、まあ、日本シリーズの時にやっちゃいましたけど、あ、まあそうですね、あの一球やっちゃいましたけども、はい、だけど守備もね安定的にはものがあったり、うん、バッティングも思い切りがいいし、はい、だからまあ塩見したけどもね、塩見選手で、じゃあここは、はい、で特別賞というのを設けました、はい、特別賞は、はい、オスナ、おお、ヤクルトのオスナ選手、そう、まあ、はい、山川とオスナと悩んで、はい、やっぱり2冠の山川が12球団のファーストのベストラインだなと思って、うん、はい、まあ、選んだんだけど、うん、オスナというのは村上の後を打つプレッシャーっていうのは相当あったと思うよ、はい、でもそれを跳ねのけたというね、うん、逆に勝負どころではオスナの方が怖いんじゃないかって言われるぐらい調子を保ってくれて頑張ってくれたという、はいはい、だから特別賞オスナにあげたいと思います。そうですね、まあ、日本シリーズ何も出ないけどね確かに、もうあの言うだけ偉そうに言ってるもう口だけ番長みたいになっちゃってるけどさ、金一歩出るのかなと思ってましたけど、確かに、まあ、日本シリーズでも、まあ、前半の方の日本シリーズでもなかなか村上選手がっていうところで、そのオスナ選手が打ったりとかそうだなありましたからね、あ、まあ、だから、まあ、オスナにはね、はい、だから労をねぎらってあげたいなっていうふうに思う。そうですよね、はい、さあ豊さんの2022年のベストナインがこれで発表終わりましたけれども、はい、何も出ません、ね、何も出ませんというだけで何も終わりませんが、でも、はい、みんなが聞いてくれてるという、ね、あ、そこ、それがね、皆さんが承認だというね、まあ、この選手たちがの顔ぶれがじゃあ来シーズンまた新たな選手たちが入ってくるのか、
この選手入ってくるよな、絶対入ってくる。おお、ね、ニュースターが生まれるのか。ましてや、まあ、前の日の動画、うん、はい、涙のベストナインですね、の人たちは頑張ると思う。そう、こっち側にぜひ来てほしいですし、そうですね、合わせて見といてくれたらいいよね、セットでね、はい、はい。